今度からワタリスのロゴが変わることになりまして、これはうちの内職者やみんなスタッフの方といろいろワタリスのイメージを膨らませながら考えて、デザイナーさんに伝えたところ、こういうふうに作っていただいたんですけども、カラーはマゼンタで、これはこう包むとか温かいイメージがありまして、女性らしいとかっていう色の意味合いがあることで、うん、ワタリスらしいなということで、この色に決めて、このダブルのこの動きは糸を表現してこう作って、柔らかい感じ でこの下のロゴも柔らかいイメージを表現しながら手書きで書かれています。でこれからこれがもうワタリスのイメージとして、常に何かのものにはこのマークが入るようにしていこうということになってます。はい、そうですね、なんかテレビとかで取り上げてもらったりしたので、それでこう目を引いてもらって、お店の方に足を運んでくれる方とか、やっぱりあと買っていただいて Facebook とかでこう今日こういうところでこういうの買ったんだよみたいなのを見て、友達が買ってたので、もう催事場とか終わってるとお店までわざわざ、この前は福島から来ていただいて、友達が買ってたのを見て可愛いなと思ったので来ましたって言ってお店に来てくれる方もいますね。はい、着物の柄なので年配の方とかもね、足を止めていただいてすごい懐かしがっていただいたりとか、あと若い方でもその吉祥文様の説明をするとすごい興味を持っていただいて、で、あら恋愛成就の柄の買っていた、行きたいわとか、なんか若い方から年配の方までいろんな方に興味をいただいて、すごいなんか、嬉しかったですね。東京からデザイナーさんに来てもらって、色の色彩を今勉強してますね。この表の色には反対色でこういう色を持ってきたらいいよという、そういうことを教えてもらって、あとカラーの組み合わせ、今ちょうど2色だけなんですけども、来週は3色やっぱり表生地、裏生地、紐ってうちはあるので、その3色を使ってどううまくこう色合いを出していくか、やっぱり地味な色もそういう紐とか裏地でまた表情が変わってくるので、そういう色の表情の出し方の勉強をこれからしてく予定です。はい、何点かもうすでに試作を作ってたり、こういうのがいいねって案も出てますので、これから新しい商品を作ることにちょっと力を注いでいきたいかなと思ってます。はい。